こんにちは、プロトリーフチャンネルです。容器の中で苔を育てる苔のテラリウム。苔の中にはですね、小さな草の種とか、植物の種が紛れ込んでいて、このようにぴょこっと、数ヶ月後に生えてくることがあります。この生えたばかりの双葉の状態は結構可愛いんですけども、このまま放っておくと容器の中に根が回ってしまって取り出せなくなってしまいますので、草が生えてきたらピンセットでつまんで、取り除いてしまいましょう。